今日から俺は YouTuber、サインボクシングジムの小松です。今日は、手首で打つ、足首で立つっていうのをちょっとテーマに説明してみたいと思います。まず、それで足からいきます。まあちょっと話になってるんですけど、足の指って、まあ、皮膚表面上見たらここから生えてると思うんですよ。で、まあ、ここで動かしてるイメージがあると思うんですけど、実際足の指ってここのちょうど足首の真下ですね。この辺から、まあ、それぞれ骨は伸びてて、まあ、ここにいろんな筋肉が詰まって、まあ、足の方ができてるんですけど、まあ、そこがじゃ結構ね、みんなやっぱり硬くなって一枚板になって、ここしか動かなくて、ここが硬くなることによって足首も硬くなってしまってるっていうことがあるんで、それをちょっとイメージをちょっと変えてもらって、そこからちょっと指が動いてもらう、変えてるイメージですね。こういう感じで、でかかとに重心を乗せてもらうと、この辺から結構ベターっと地面に綺麗に足がベタ足でくっついてくるんですね。こうなってくるとしっかりとかかと重心になって、結構この股関節とかお腹のところに、奥の方に力が入りやすくなるので結構おすすめです。で、まあ、ちょっとどうしても硬い人は、例えばこの拳の第二関節あたりで軽くこういう風にこの指の間の骨の間を軽くゴリゴリ痛くないぐらいにちょっと吸ってもらったら、ちょっと柔らかくなってたりするんで、あと足の裏とかに吸ったりするんで、まあ、こういう感じでちょっとやってもらって、その上で、まあ、立ってもらって、普段やったら結構極端に言うとこういう感じ、外側に重心がかかってこういう風になってるんですけど、それがしっかりこっから指が入ってると思ってやってもらうと、しっかり足が地面に張り付くイメージ、これができると腰がしっかり落ちて、ここの巻いたそのハムストリングスとか大臀筋とか、この大腰筋とかにちょっとスイッチが入りやすくなるので、まあ、そのスイッチの入れ方して足首こっから指が入ってると思って構えてもらうと、結構しっかり重心が落ちて腰が浮きにくいフォームっていうのが維持できるのでおすすめです。でもう一つ手首なんですけど、パンチを打つときに、まあ、やっぱり拳を当てようと、指もここから、拳からちょうど指が4本生えてるんですけど、まあ、それを意識して、ここをグッと握って、ここを打つっていうイメージでいるんですけど、そうじゃなくて、これも手首からそれぞれ、ここから指が生えているので、ここから握り込む感じですね。ここで握って、パンチを打つときも対象物に向かって、ここを放り投げる。だから拳を差し込むとか、体で押し込むイメージですね。でやってもらうと、結構この力、肩の力が抜けて、この脇とこの溝落ちに結構スイッチが入りやすいので、拳に力入れて打つと結構こういう感じに、ちょっと重たい感じに肩が張ったりしやすいんですけど、手首を押し込むっていうイメージでやってもらうと、握っててもそんなに力まずに、ハンドスピードが結構上がるような感じがあるので、じゃあ結構拳もここの初動が見えにくいんで、ここから始動するんで、相手のちょっとそのモーションが見えにくいっていうなんかメリットがあると思うので、結構これおすすめなのでやってみてもらったらいいと思います。でちょっとこの練習方法として、なかなかシャドウでイメージしにくいんで、僕はちょっとおすすめなのが、軽めの鉄アレ、これ500g なんですけど、重すぎると握る力が強くなって、どうしても腕で振っちゃうんですけど、ある程度の軽い負荷であれば、ここをやりながら、イメージは、ちょっと危ないんですけど、まあ、しっかり握りは握るんですけど、手首を放り投げるイメージで、鉄アレを軽く放り投げるイメージ、ぐっと握ってこうやって押すんじゃなくて、軽くちょっと空間を作るぐらいでいいんで、一瞬鉄アレを宙に浮かして押し出して打つイメージで打ってもらうと、まあ、鉄アレの重さがあまり感じずに結構スムーズに打てるので、結構この練習を、まあ、2分3ラウンドとかゆっくりゆっくり、そんなに最初は振らなくてもいいんで、
アッパー系とかでも一緒ですね。こういう感じでやってもらうと、ここのお腹部分を結構柔らかく使う意識になって、肩の張りとかがなくなっていい感じの力が抜けた茶道っていうのができると思うんで、ぜひ試してみてください。以上です。あ、大阪に1回だけちょっと試しに手伝いをやってみても、さっきのそうです、あの拳はキュッて握るんじゃなくて、あ、まあ飛んでいかないぐらいにしっかりと握っておく、はい、軽くまあ空間を空けておくぐらい、はい、で一瞬鉄アレイを押し込む感じですね。そうそうそう、あ、そうそう、そういう感じです。手首を押し込む感じです。そうで、ちょっとまだ肩に力が入ってるんで、はい、もうちょっとあの拳の意識をなくして手首の意識をちょっとずつ強くしてもらうと、多分まあすぐにはできないと思うんですけど、徐々にこの辺ですね、結構脇とか溝落ちあたりが柔らかく近くなってます。まあ、どうしてもこういう感じで肩が上がったりしやすいんで、まあ、これはやっぱ鉄アレイの重さを感じてしまっている状況なんで、鉄アレイの重さを感じずに軽く放り投げてあげるような感じです。そういうイメージでなんかちょっとやってもらうと、多分練習しているとなんとなく、あ、なんか出しやすいなっていう感覚ができてくるんで、ちょっと試してみてもらえたらなと思います。ありがとうございます。以上です。